こんばんは、長澤純です。ただいま大阪の帝国ホテルに来ております。富士山も綺麗だったでしょ。ブログ長の皆さんに大阪の帝国ホテルのから見る何話の夜景をご覧いただきましょう。電車が走ってる。ここはね、なんかの造幣局の近くだそうです。大阪の帝国ホテルはあんまり泊まったことないんですよ。でも今日は本当に空が晴れ渡って夜景がとっても綺麗です。これが南の方に行きますと、ネオンとかいっぱいあるんですけども、ここはそんな感じありませんね。ああ、川が流れてますね、この下。何分どの辺か行くか分かんないんですが、とりあえずいつも長澤純ブログをご覧いただいて本当にありがとうございます。そしてコメントとか読者登録とか、楽しい輪ができて嬉しく感じております。今日は大阪の夜景を皆さんと共にご覧いただきました。どうぞ良い夢をご覧ください。おやすみなさい。